こんにちは、作曲家のメイダーヤコです。これから仲良しリスの木登り遊びという曲をお聴きいただきます。作曲は8歳の井本有希さんです。小学校低学年の生徒さんのピアノ作品で、とても活発で楽しい物語を感じさせるような曲です。それではお聴きください。それでは仲良しリスの木登り遊びという曲について見ていきましょう。この曲について見るポイントを4つ考えました。1つ目は音でキャラクターを作ろうということです。2つ目はストーリーを曲で描こう。そして3つ目は場面の違いと共通点。そして最後の4つ目のポイントは小さな手でかっこよく弾けるピアノの使い方です。この4つのポイントについて見ていきます。まず1つ目、音でキャラクターを作ろうということです。この曲を聴いてもらうと分かると思うんですけれども、なんかすごくカラフルな世界で、この仲良しのリスさんたちの楽しい風景、木登りしてる、遊んでるっていうなんかイメージが自然に浮かび上がってくるような楽しい作品だと思います。それには音の選び方というのが大いに関係しているかなと思います。この曲のテーマの部分、最初の部分をちょっと見てみましょう。こんな風にテーマが始まります。波長調の曲なんですけれども、波長調のテーマなんですが、面白い音が聞こえてきます。フラットをたくさん使っていますね。こんな風に波長調の調の中の音以外のちょっと外側の音をうまく混ぜ込んでミックスさせて面白い響きを使ったり、カラフルに聞かせるっていう工夫がなされています。例えばこの曲の今ついていた面白い音、フラットの音を全部、フラットつけずに全部この白い鍵盤、白鍵で弾いてみるとどういう風に聞こえるか、ちょっと弾いてみます。
これでもとても素敵な、これはこれで素敵なテーマになると思うんですけれども、じゃあ、音通りフラットつけて、どうでしょう。ちょっと聞き比べ、弾き比べっていうのをしてみると面白いかなと思うんですけども、やっぱりなんか黒鍵のフラットシャープ の、 ミックスされた音になっていた方がよりなんかキャラクターが立ってくるっていうか際立ってくる、キャラクターがどんどん動き出す、カラフルになってくるみたいな感じがするんじゃないかなというふうに思います。こんな風に何調の音楽、何調のテーマっていうのがあっても、その調の、外の音をちょっと借りてきて混ぜ込んで、メロディー作ってみたりするととても面白いと思います。それに対してじゃあ今度はメロディーに対して、左手の伴奏がどういう風についていたかっていうのを見ていきます。こんな動きになっています。これもなんかすごくさりげないんだけれども、工夫された動きかなと思います。皆さんよく伴奏系つけるときにこんな動きを弾いてみたこと、つけたことありますか？やっぱりドミソのドの音、なんか根っこになる音が最初に来るとすごく安定して、安心感があるんですけども、この曲の場合は最初がドミソのドじゃなくてミなんですよね。ちょっとドよりも軽さがあってちょっと意外性があるかもしれません。ミドレファでなんかこう円を描いているような感じもします。この左手の音の並べ方の順番とか、基本形じゃなくてちょっと展開形で始まるよっていう和音の付け方、伴奏の付け方っていうのもすごく面白いなと、素敵な一工夫だなというふうに思います。でこの左手の動きが右手 の、 音とのバランス組み合わせもすごくうまくいってるなと思います。はい、でこの音でキャラクターを作るっていうのはメロディーの、いろんな音の混ぜ込み方だったり、左手の音の、和音の聞かせ方だったり動き方だったりいろいろありますけれども、あとはリズムのことですね。リズムもすごく軽快に、おしゃれにかっこよく作られている曲だと思います。例えばこの A の今のテーマが、終わってその次の、ところですけれども、というような、場面が出てきます。大きな A の中の小さな B のところですね。でここら辺も、ちょっと右手と左手を広く取って、ちょっと大きな空間を使って、そして左手右手左手右手と交互に使うような感じで、休符もうまく取り入れています。音をたくさんいつもいつも埋め込むんじゃなくて、ちょっと隙間を空けるっていうのも、いいと思います。そしてリズムの使い方ですけども、タッ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 と2回キャッチボールがあって、3回目はタッ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 ではなくてツッタラ、ちょっと返事が早く出てくるっていう感じで、ちょっとこうリズムが前に食っていくっていうんですかね、なんかそういう作り方でちょっとメリハリが効いてたりとか、ちょっとユーモアが感じられるような感じで、リズムも安定しすぎずどん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 変化して攻めていくよっていうような楽しい、スピード感のある作り方になっているかなと思います。まあ、こんなところが音でキャラクターを作るテーマのこの曲のキャラクターをより際立たせるための工夫として、たくさんうまく作られているなというふうに思います。それでは、2つ目の、ポイントです。ストーリーを曲で描こうということですけども、この曲は仲良しリスの木登り遊びというタイトルがついています。登場人物がリスさんがいて、で木登りをして遊んでいる、
で、作曲の、井本有紀さんにのお話によると、まあ、2匹の仲良しのリスさんが遊んでるよっていうことを描いてるらしいので、まあ、そういう2匹のリスさんの動きっていうのもなんかこう随所に感じられるかなと思うんですけども、この A の楽しいカラフルなテーマがあって、まあ、曲の大きな流れとしては、中間部にゆったりとしたのんびりとゆったりと歌うような部分があります。ここはちょっとお昼寝してるのかなというようなシーンですね。で、また、最後に A のテーマに戻って締めくくるという大きな ABA の構成になっていますけれども、まあ、A から B に、移り変わるときに、テーマからテーマにこうすぐパンパンと、移り変わるのではなくて、ちょっとそのつなぎの部分ですねっていうのが作られていて、その部分が本当にリスの動きとか物語がなんかこう動いてるよとか、なんか動作が感じられるよっていうような作りになっていて、物語の音楽ならでは の楽しい書かれ方かなと思います。でこんな感じですね。こんな風になんかこう描写的とかって言いますけども、何かこう物事とか、キャラクターが動いている様子をそのままなんかスケッチしたような、音楽の描き方、これはテーマをやっているわけではないけれども、なんか移り変わりの部分で、物語が進んでいる様子、何かこう動いている様子を表しているようなところだと思うんですけども、まあ、こういう部分を自由に組み込んでいく、曲の中に組み込んでいくっていうのもすごく面白いし、聴いてる人にこう想像を膨らませられるような、面白い作り方かなと思います。それでは3つ目のポイント、場面の違いと共通点についてです。この A のテーマと B のテーマっていうのは、まあ、テンポも違うし、調も違うし、まあ、雰囲気が随分と違うなっていうところで、違いがくっきり出ていて、まあ、分かりやすくメリハリが効いてるというところなんですけども、ただ違っているだけではなくって、同じ材料も実は使っているんですね。でどういうところが使われているかというと、まあ、A のテーマでたくさん出てくるこういう音の使い方、全音音階って言います。隣り合っている音が全部、半音半音で、プラス全音ですね、全音の距離で隣の音に動いているっていう音階なんですけども、こういう音の使い方がやっぱりちょっと独特の表情を生み出していて、A の中でたくさん出てきますが、 B に、移り変わった後も実は、出てきますね。この左手なんかそう、表情を生み出している音階が A の中にも B の中にも実は同じ材料として使われているということで、なんか曲全体の統一感、色合いの統一感っていうのも生み出しています。違う要素でメリハリをつけるプラス、なんか実は同じ要素もあって統一感も出しているよっていう両方がうまくバランスよく、できているかなというふうに。それでは最後のポイントですね。小さな手でかっこよく弾けるピアノの使い方。はい、小さな手っていうのは、まあ、大人ほどまだ たくさんの音を同時に弾くことが難しかったり、大人ほど遠くの音に指が届かなかったりっていうことももちろん大きくなっていく段階であると思うんですけども、まあ、こういうふうに小学校
校の低学年ぐらいの、生徒さんの手の大きさ、あるいは演奏のこれぐらいだったらできるよっていうレベルの中で、すごく面白く、聞き応えがあるように書かれている 曲だと思うので、この曲みたいにこうかっこよく弾けるピアノの使い方はどういうふうにすればいいかなっていうところを考えると、例えば、一つのポイントとしては、ちっちゃな手でたくさんの音を同時に鳴らせなくても、高さ、音の高さをいろいろ使ってみる、いろんな高さの音を使ってみるっていうのが一つポイントがあります。この曲の場合は最初は割と高めの右手も左手もトーン記号の音の高さで始まりますね。でちょっと、しばらく進んでいくとちょっと両手が広がった状態になってきたり、ちょっと低めの音で音を集めてみたり、あるいは上の音に音を集めてみたり、ちょっと低めでのんびりとしっとり歌ってみたり、いろんな音の高さを使い分けて表情豊かに聞かせています。こういう高さをうまく利用してみる、変化させてみるっていうこともあります。あとは、休符をぜひうまく味方につけてうまく使ってほしいなっていうのがあります。この曲の中でも音がいっぱい埋まりすぎているわけではなくて、パッと左手がなくなって一本のメロディーだけになったりとか、右手と左手が交互に組み合わされてその間にちょっと隙間の休符が使われていたりとか、なんかこの休符の使い方がうまくメリハリがついていて、素敵な流れになっているなというふうに思います。この休符もあんまり普段休符を書こうっていうふうに意識しないかもしれないんですけども、曲を作っていくときにずっと同じ伴奏系が続いてたらちょっとここは抜いてみようとか、フレーズの終わりはちょっと伴奏系抜いてみてメロディーだけにしてみようとか、ちょっと引き算の発想で休符をうまく取り入れてみるっていうのもいいかもしれません。あとはですね、この曲のテーマでもありましたが、シャープやフラット、調の外の音でたくさんこううまく混ぜ込んで、冒険してみようってことですね。さっきも全部ナチュラルで波長調の音だけで弾いてみてもうまくいくんだけれども、やっぱりフラットを混ぜ込むと途端になんか面白くなる、音のミックスが楽しくなるっていうことがあるので、なんかいろんなシャープやフラット、なんかこう普通じゃないちょっと変わった音の響きとか、なんか音を足してみるとどうかな、こっちにずらしてみるとどうかなっていろいろと試しながら、冒険して曲作りをテーマ作りをぜひ楽しんで、作曲を皆さんもしてほしいなと思います。